聞いて、見て、知って、盲学校。皆さん、こんにちは。こんにちは。皆さんお楽しみの、聞いて、見て、知って、盲学校特別番組が始まります。この番組は、皆さんが疑問に思うことを、現場のリポーターが突撃体験してお知らせする番組です。さあ、どんな質問が来てますか？はい。ペンネーム越前カニオくんからの質問です。面白い名前ですね。はい。盲学校には図書室ってあるんですか、という質問が来ています。なるほど。盲学、そうですね、盲学校に通っている子は見えなかったり見えなかったりしますけど、図書室使うんですかね。はい、はい、それでは早速行ってもらいましょう。はい、現場の福門さん、どうぞ。はい、こちら現場の本田です。ちょうど昼休みの時間になりました。あ、ちょうど歩いてる生徒さんがいます。ちょっとインタビューしておきましょう。こんにちは。こんにちは。今から何をしますか？図書室で本を聞きに行きます。本を聞きに行くんですね。はい。ちょっとついていってもいいですか？どうぞ。ありがとうございます。こちらだそうです。中に入ってみましょうね。今日はこれにしようかな。まあ、あとは適当に杉原さんのアドで。じゃあ、これを行ってみよう。リック。デイジー図書です。新しい靴をプレゼントすることにしましょう。アリスはそこでどうやってプレゼントを…3ガヤガヤ競争と長いお話。土手に集まったのは実に奇妙な格好の一体でした。みんなぐじょ濡れで、鳥たちは羽をひずり、獣たちは体に毛がべったり張り付いている。あ、これ何ですか？これは声をかけるといろいろ教えてくれます。へえ。話しかけてみてください。はい。アレクサ、今日の夕食の献立は何がいい？今日の献立は手羽先の蜂蜜醤油焼きにかぼちゃとひじきのサラダとトマトとズッキーニのコンソメスープでいかがですか？作り方を知りたい場合、〇〇のレシピを教えてと言ってみてください。ですって。すごいですね。ヘイシリー、福井県立盲学校について教えて。福井県立盲学校は福井県福井市にある公立の盲学校である。視覚障害のある幼児、児童、生徒が学んでいる。県内には登校した盲学校がないため、通学範囲は県内各地に及ぶ。ありがとう。盲学校の図書室って音も楽しめるんですね。そうですね。はい、以上、現場からでした。へえ、盲学校の図書室って進んでますね。読むだけじゃなくって音で勉強したり調べたりもできるんですね。おっと、もうこんな時間。それではまたお会いしましょう。